はい、こんにちは、ウロテホチャンネルです。8月のシンデレラナインですね、8内第65回なんですが、今日は7月23日、今日から4連休という人も多いんじゃないでしょうか。ちょっとね、コロナとかね、広がらなきゃいいですけど、この4連休で。ということで、今日はゆかりんの誕生日、椎名ゆかりちゃん、誕生日おめでとうということですね。結構、ログインボーナスもいろいろいただけていいですね。はい。ということで、誕生日ね、後で、ガチャってみたいと思いますけど、23日ということですね。あれ、もう一個ニュースが。スペシャル連休イベント、連休限定チケットをゲットすると。連休ゲット、チケットスカウトに挑戦しようってことですね。芹沢から三振を、全力。おめでとうございますということで。おめでとう。すごく嬉しいよ。みんなありがとう。ということですね。はい。このように、24時間限定誕生日ガチャですよね。後でちょっと回してみたいと思います。あんまり持ってないんですよね。ゆかりんもね。このビーチバレーのやつとかいいですよね。もう見た目ですから私。ひまわりスキルもね、欲しいですけど、つけらんないですからね、どうせね、極みがないので、スコキャラ優先でやってますけどね。あれ、これ持ってたっけな。あんまり持ってないですね。SR は持ってますけどね。ちょっとガチャってみましょう。ゆかりん、単語名っていう感じで。何の変化もなく千葉さん、せめてゆかりに出てほしかったですけどね。誕生日限定スカウトなんでね。でこちらの、天草ちゃんの方もおはがちゃってみましょう。はいはいはい、何の変化もない。翼、そうですか。でこちらの花山 UR スカウト、これも千葉ちゃんしか持ってないのでね。こちらも朝のままで、朝なんですよねこれね。昼というか朝なんですかね。すいません、野崎ちゃん、何の変化もなく終わってしまいました。はい、そうですか。いいっていい。はい、はい、というわけで、すみません。このスペシャル連休イベント続きましてね、をちょっとやってみたいと思いますけども、これはあれなんですかね。花属性赤が有利なのか、全力投球をつければ有利になるって感じなんですけども、ちょっとめんどくさいんでいつもの既存のメンバーでやってますけど、まあマイコ、そういえば椎名ゆかりんもやっと自力でクバが足りなかったですけど、すいません、レベル120マックスになってやっとこれでクマがね、貯めていけれるなって感じで、他の選手もね、レベル上げができなくてね、本当に辛かったですけど、やっと終わりまして、うちは UR が6人ですけど、この今出てるね、天草ちゃんと花山ちゃんはちょっともうしょうがないかなって感じで、何もできなくなるんですよね。クマが ないし、素材もないしって感じでね。まあ、これもうチケットしか出ないですね。まあ、周回せよって感じですね。投手陣を楽にさせるためにも、
ここで私が抑えなければね。琴葉ちゃんが喋ってますけど、投げてるのはマイコということ。マイコ、センバーの黄金バッテリーで、まあ勝てるんじゃないですかね。全力投球なくても持ってたかな。野球を侮辱した者への当然の報いよ。でこんな感じでやっていくと、まあ、ドロップアイテムと連休チケットがもらえるって感じで、まあ、取れる分だけは後でね周回したいと思いますけども、なんかあれですね、湿度が高くて気温が低いからドライとかかけると寒くなっちゃいますよね、部屋がね、体調がなかなか梅雨も明けないって感じでね、しんどい感じですけどね。皆さんお元気でしょうか。こんな感じのメンバー、いつものメンバーです。クリーンアップは超属性でしたっけ、黄色。投手陣を楽にさせるためにも、あとはまあ UR とか月が多いですかね、下位打線はね。先駆け女子、まあこんな感じで、割とね、近藤ちゃんも抑えるときと打たれるときと中継ぎやりますけど、なかなかリーさんは出てこないですね。初回ドロップはソウルストーン花とかもらえるんですね、 EX ステージ。投手陣を楽にさせるためにも、ここで私が抑えなければね。まあ、27日にまたね、またアップデートっていうかあるみたいですけどね。それが終わったら3周年関係は終わりなんですかね。ちょっと全力投球してみたいんだけど。あ、来た来た来た。これで、マイクムッシーナ。ザーン、ナックルカーブって感じでね。この音楽がかかると、ちょっと著作権がどうのこうのって出てくるんですよね。また出てくるかもしれない。おっと、危ねえ危ねえ。もう土壇場で負けてたんですね。勝ってると思ってたら、あ、よかったよかった、9回に9点取って、3対7をひっくり返したんですね。まあ、とりあえず初回報酬もらってって感じですね。これを貯めましょうっていう感じですね。あれ、まだ出てこないのかな、これ。まだあれなんですかね、変換は、できない感じなんですかね。ちょっとよく読んでなかったんですけど、お知らせ、どれでしたっけね。ないよね。あ、チケットはあるけど、スペシャル連休チケットは取れてるけど、まだいつからなんでしょう。まあいいや、また調べます。またそのうちあるでしょう。適当なんですけど。で、このチケットな、あのチケットはスカウトなんですけど、ちょっとこれ、この浴衣のやつね、浴衣とかいろいろ、これもおはがちゃっときましょう、最後にね。なんか全然今日はダメですね。4回目のおはがちゃです。花山ちゃん。何も出ない今日は。という感じですかね。この遊び方を見ればいいのか。あ、23日からか。26日から始まるんですね、そのスカウトがね。はい、ということで、最後にですね、花鳥風月ですけど、ご覧のように、
月は終わりましたね。うん、ちょっと順番に編成を見てみようと思うんですけども、うん、月が終わって蝶と花は最後の3連戦で、風はちょっと途中の3連戦で止まっちゃってますけどね。ご覧のように英語、ごめんなさい、マイクスタンドが調子悪い、はい、すいません。ご覧のように、月はこんな感じで、1,2,3 番、うん、とか、あ、これ 1,2,3 番総力3,500、4,200 っていうところで、うん、このようにね、一応3,500はクリアしてますよね。うん、でクリーンナップ3,4,5番3,500から4,200、打撃の極地月という感じなんですけどもね、うん、これもクリーンナップは、うん、野崎ちゃんがね4,200あれば、うん、もう一つ上のランクいったんですけどね。クリーンナップね、これ3,500のランクですよね。うん、これやってもダメだもんね。ファースト、あ、ダメだもんねこれね。うん、ちょっとねファースト、やはり総力もいりますしね、3,200、うん、という感じ。リーさんも一応ファーストは確か、あ、三角だもんな。うん、これやっても下がっちゃうよな。うん、まあ、という感じで英語ですね。ちょっとね足が遅いので、うん、前のあの動画でイロハス、あ、あれは超属性か。うん、こう今一つちょっと突き抜けられない感じですけども、まあなんとか最後まではいけたという感じ。まあここは東雲さんとね、倉敷舞子 UR がいるし、この二人 S ゲンの二人がねいるので、うん、いいんですけど、ただあの打撃の極地月はついてるんだけど、パワーが4200いかないので、あの友知とあれはね、花山はね、うん、あとはまあ、あの何でしたっけ、もう一個のスキル迷宮止水は持ってないですからね、近藤咲ちゃんと翼ちゃんはね。で、こちらが、蝶属性。この間もね、前回の極限が蝶だったですけど、うん、なんとかクリアして、うん。あ、蝶じゃなくて、これ花か。赤いやつね。これは、桜花絢爛ですかね。これは持ってないので、しょうがないんですけど、まあ、1、2、3番。総力3,500、4,200って感じですよね。なんとか総力3,500はついてるって感じ。うん。で、パワーも4,200は超えてますね。クリーンアップはね、3、4、5番はね。うん。で、ミート。6、7、8のミート。これも3,500はクリアしてるんですよね。うん。こんな感じ。花属性で見るとこんな感じですもんね。ミート3,500でやると、この2人か。うん、まあなかなか、うん、S にはいかないですよね。パワーも今一つ、うん、他のパラメーターがちょっと低いっていう感じですもんね。うん、結局やっぱりフェスゲンとか UR あるいはひまわりスキルで固めないといけないって感じなんですかね。うん、A3 とかですからね。うん、
まあ、ちょっとサードね、岩城ちゃん入ってますけど、あ、違うか、篠止めはいるのか、うん、いう感じで、超これが超属性ですよね。これは黄色、この間の極限でなんとかクリアしてしたって感じで、先発が坂上芽衣ちゃん、これもなんとかピンクスキルは星3は1個つけたんですけどね、うん、このあたりも、まあ、まあこんなもんですけどね。私はね、一応英語までは行ったんですが、うん、これ誇張乱舞ね、この子しかいないですね、フェスゲンは。うん、123番、3500、4200、これも、うん、4200がいないですから3500ですよね、うん、でパワーも3500、4200で、これもちょっと今一つという感じですね。うん、まあ、3500がクリアしたって感じですよね。これ下位打線のミートの関係、うん、まあ3500はなんとかつけてるって感じですよね。1234567678って感じでね、うん、ちょっとねセンターが弱いですけどね、ミートがついてない、うん、もしかしたらコトハ入れた、センター入れれたかな。もうちょっと勉強して、うん、サブポジでなんとかつけばって感じですけどね、うん、なかなか難しいですよね、編成もね、うん、うん、で先ほども言いましたが問題は風なんですよね。風が途中のこのステージ6で止まっちゃってるって感じでね、風が一番揃ってないかなって感じですね、うん、自動編成してみて、うん、大旋風スタメンにミート3400以上を8人揃えなさいと、これは持ってないですからねスキルがね、うん、ミートですよね。から123番が3500から4200、これは総力は篠宮さんがちょっと弱いですね。3500ついてないですね。他をいじると、うーん、どうなんだろうって感じですけどね。ちょっとこの3番の篠宮さんはあれしようと思います、振り直してみてスキル二突してると思うので、うん、それで調整してみようと思います。で、3、4、5番、これは3500、4200と、これも4200は取れてないですもんね。この辺りが取れてくると S いけるかもしれないですけどね、全体的にね。やっぱり今回はフェスゲンが来ないんですかね、9月まで、花鳥風月になったんで、もうちょっとでなんですよね。3497、うん、という感じなんですけどね。まあなんとかこう行けるとこまで行きたいと思います。他のイベントも頑張りたいと思います。ということで8月のシンデレラナイン、ちょっと長くなりましたけれども、ゆかりん誕生祭ということでした。またお会いしましょう。はい、さよなら、ごきげんよう。